アワビは中華人民共和国の政治家。1989年の天安門事件で唯一逮捕された中央委員。1949年に中国共産党に入党。中国共産党中央下当局で組織部幹部所に配属され、その後中央組織部に転属。1964年には組織部研究室副主任。文化大革命開始後、 57観光に加法される。1978年、国家科学技術委員会弁公室、政策研究室副主任を経て、1980年から、上司用の秘書となり、国家経済体制改革委員会副主任、党組副書記などを兼任。1987年、第13期一中全会で、中央委員に選出され、 中央政治体制改革研究室主任。第13回答大会で、張仕様が発表した、社会主義初級段階論を中心とする報告の、起草を手掛ける。また、新軍を中心として保守派に、党力軍を総書記に活ごうとする動きが見られたため、李英と共に、党将兵に、所管で、党力軍が改革解放に反対の立場で、延安時代に、 d.a. の妻と不義があったことなどを伝え、追い落とした。保守派は、長子葉を失脚させるため、知識人除名リストを作成したが、その中に、名前があったため長子葉はリストから削除させた。1989年の64、天安門事件では、5月28日に、政治局常務委員会議に出席するよう求められ、呼び出されたところを逮捕され、大山刑務所に収監された。 1992年に1月になって逮捕状が出され、3月に中央委員を解任され、党籍を剥奪された。7月、国家機密漏洩罪及び、反革命宣伝扇動罪で懲役7年の判決を受けた。実刑を問える罪状はなかったが、東商平の一言で懲役刑が決まったという。 1996年5月、刑期を終えたものの1年間釈放されなかった。ありがとうございます。